もう始まってる？まだ漢字がつけめなくて、はいはいはい、CH2020 10月にリニューアルということで初回でした、はい、西条椎名でしたがどうでしたか？いや楽しく2週間前と同じ感じですかね。そうですね、なんか和気あいあいとね、うん、進められて CM 中とか曲中とかも結構あの2人で普通に喋ったりしながら、そうそうそう、放送コードギリギリのトークをね椎名さん実はしてるんですよ、うん、そうそうなんですよね。そして今日はあの、はい、コーナーの中で芋餅を作って持ってきましたね。ありがとう、本当に昨日の夜作ったんでしょ？そうです、実は昨日、うん、あの作って粗熱を取ってる間に寝ちゃって今朝作ったんです。仕上げは今朝やってきましたけれども、でもね千景さんが喜んでくれたので私は美味しくてね本当にペロッと食べちゃった。じゃあちょっと、うん、今 YouTube を見てる方に特別に千景さんの食レポを、はい、どうすればいいんですかね、はいはい、ではいただきますって言えばいいんでしょ、はい、いただきますで一回カメラが寄るみたいな、待ってーの、うーん、でここでインサート入って芋餅の映像になりますみたいな、その間に口の中をきれいにして、きれいにしてホクホク美味しい。顔で喋んないでくださいラジオの目がねホクホクで美味しいです。ただねこれねあの、うん、作ってから時間が経っちゃったので、うん、あの美味しさをね、うん、あの100点満点では届けられなかったのが私は心残りなので、うん、今度芋餅パーティーしましょう。そうですね、でも芋餅違うもんも欲しいな。あ、そうですね、じゃあ千景さんも何かパン粉のやつ、ゆで卵以外だよねイワシのパン粉焼きを作っていただいて、いいね、はい、ちょっとなんだかわかんない食べ合わせでワールドワイドね、あ、そうですね、いいですね、はい、ということでね、はい、来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。